消防車のはしご家屋の中に備え付けられた、はしご登山道によく見られるはしご造園用の木と竹でできた三脚はしごとは、焼香のための道具。はしごに、はしごや、はしごの字を当てることもある。壁の表面などに立てかけて使う硬い材質でできたものと、頂上から吊るして使う縄などでできたものがある。硬い材質のはしごは移動して用いられることが多いが、建物の壁に、 永久的に固定されているものもある。鉄道車両においては緊急時に車両から脱出する場合に使用する。一般的な梯子は2本の縦木に足場となる横木を一定間隔で固定したものである。梯子の足場は角、または段と呼ばれる。一般的な金属製の梯子には2本の枠がいくつかの角で連結され移動する部分を持たない形状の固定された梯子 固定されたはしごが2つまたはそれ以上の長さに分割され保管に便利になっている延長するはしご、伸縮自在のはしごなどがある。硬いはしごは木製や竹製のものがもともと多かった。20世紀にはアルミニウムが軽量であることから一般的になった。電線の近くで作業するためのはしごには絶縁体の竹やガラス繊維強化プラスチック製のはしごが使われている。 他、シタン製でアルミ製よりも軽量なものもある。延直方向にかける移動式のはしごを使う際の使用法と注意点を述べる。橋梁点検等において移動はしごは一時的な足場として使用されることがあるが、日本の労働安全衛生規則第518条では2メートル以上の高所作業をする際には、作業床を設けるか、墜落防止措置を講じなければならないことが、 規定されている。はしごが地面をしっかり捉えるよう、はしごを安定させる装置がある。前項で説明したように15度の角度を保つことができるようにあらかじめ設置部分を15度分割構造にしたり、設置面に合わせて関節のように動くような構造を持つものがある。また、ゴムなどの摩擦力の強い素材を探点に装着されていることがある。はしごの上端を 壁から遠ざけて保持するために支柱が付属されている場合がある。これにより屋根の軒のような突き出した障害物を避けることができ、はしごを安全に用いる高さを増加させることができる。鉄道車両においては緊急事態が発生した場合に乗客を車両から避難させるため、車両によってははしごを設置している。これは車両の床面と地上とは高さが約1メートルあり、 飛び降りることは危険なためである。小田急4000系の床下はしご東部5万50系の床下はしご箱近鉄2万3000系電車主に地下鉄車両では緊急時において前面の貫通扉を開け、はしごをかけて乗客を避難させる。基本的にはしごは折りたたみ式の形状で車両によっては併設して手すりも設置される。珍しい例では 東京地下鉄において使用されている6000系、7000系、8000系においては、貫通扉裏側に直接非常階段を取り付けており、使用時にはこれを前に倒して使用する車両もある。地上線を走る鉄道では緊急に乗客を避難させる場合には、側面のドアを開け、座席シートを使用して避難させることを考慮していた。これは従来使用されていた客台で座席を支える。 方式では座面は板状の骨組みに詰め物座席表地を巻いて脚台に固定してあるだけである。このためこれを外してドアに引っ掛けて滑り台のようにして乗客を避難させることが可能であった。しかし2000年代になると片持ち式座席の普及でこのような避難の方式が不可能となった。これは片持ち式では座面が壁で指示された骨組みに 詰め物、表地をかけただけで、客台式のように取り外して使用することは、不可能なためである。この座席構造の車両では、様々な方法ではしごを用意している車両がある。座席のせずりの裏側にはしごを取り付けてある車両や、せずりを外すとはしごが収納されている車両がある。その他、見られるのが床下へ設置する車両である。これは床下にはしごを吊り下げておき、 緊急時に引き出し、組み立てて使用するものである。また2010年代より、近畿日本鉄道の車両にもはしごを取り付けを開始しているが、同社では、運転席後部やつま面付近などの車内の空きスペースを活用して設置している。消火活動や救助活動のために、消防用車両に積載される金属製はしごを、消防用積載はしごという、 単一式積載はしご、伸縮式積載はしご、折りたたみ式積載はしごがある。避難はしごには、金属製と非金属製がある。金属製避難はしごには、固定はしご、立てかけはしご、吊り下げはしごがある。戦国機の工場戦において兵が用いる特殊なはしごがあり、例として、軍法国秘伝書や、開国兵団には、以下のものが、絵ずに示されている。 この他にも、忍術書である、万宣集会では、ケツバしごと呼ばれるおしぐがあり、真、イコールあらかじめ作られている場合と、草イコールその場で組み立てる状況に分類し、2本の竹を持っていき、縦の長さは6から8寸、長さはその場に対応して変えることが記述されており、はしごの上下の端に三尺をこもで包み、物音を立てさせない工夫がなされていた。林業では、 枝打ちや種子の採取、河川の設営などのために木に登る必要があり、伸縮を可能にした一本はしごが用いられる。木に立てかけたはしごが外れないようにするため上部には、固定用器具や下部にはスパイクがついている。武家は、高みへ登る、縁起を重んじ、随章的な意味からはしごをモンとしたとみられ、島原の乱では、松平信綱が、馬印としているほか、牧野忠明は、 番差し物や、使い番旗印にはしごを用いている。家紋の種類としては、三段はしご、牧のはしご、六角座座に三段はしごがある。ありがとうございます。